めちゃめちゃ久しぶりにミスタードーナツに行ってきました。こんな大きい箱に入っています。こちらは1月10日に発売になりました。ミステリという勿れパイです。月9ドラマで菅田将暉くんがミステリという勿れってやってますが、すごい面白いですが、それとコラボをしたパイです。ちょっと四角いですよね。通常のフランクパイはこんな感じ、細長いです。トースターで温めておりますので焦げ目をつけております。通常のフランクパイの断面はこんな感じですが、ミステリという勿れパイの断面はこんな感じです。コロッケが入っています。2種類あってメンチとコロッケがあったんですが、コロッケを買ってきております。こんな感じです。こちらはチョコレート王国ベルギーの王室御用達の老舗ブランドビタメールとミスタードーナツがコラボした商品です。高級ですね。めっちゃ高級なチョコレートです。2種類買っておりますが、4種類商品は出ております。こちらがショコラノワゼット、こちらがショコラキャラメルです。はい、こういうメーカーさんです。こちらが通常のポンデリングなんですが、大人のポンデショコラです。大人のポンデショコラも種類があって、こちらはビターキャラメルです。上にキャラメルがコーティングされていますが、中にも入っていますキャラメルソースが。こちらも中にソースが入っています。ポンデショコラ、このように表面にビターキャラメルがコーティングされていますが、こういう生地になっています。ちょっとここビターっぽい感じの色をしてますね。いただきます。まずはこちらです。ミステリという勿れパイです。コロッケカレーパイです。リンゴ果汁と蜂蜜を使用したカレーと、スパイシーで深みのあるカレーを組み合わせたカレーをイメージしたこだわりのフィリングに、これは下に塗ってですね、その上にコロッケを乗せてパイ生地で包んでいます。うん、こだわりのカレーフィリングって書いてますけど、確かに美味しい。カレーがブワって広がりますね。口の中に爽やかなカレーの感じがバって広がります。それほど強くないと思います。これでコロッケのジャガイモの感じがその後にバッて広がってきます。ちょうどいい辛さ、美味しい、美味しいです。続いてこちらです。こちらはミスタードーナツとビタメールのコラボしたショコラノワゼットです。ドーナツショコラ生地にグラハム入りヘーゼルナッツクリームとガナッシュホイップをサンド、ガナッシュホイップを絞り、ココアパウダーを振りかけて、ケーキショコラノワゼットをイメージしましたですって。大人の味って感じの色してますよね。うん、なんかすごい大人の味って感じなのかなと思ったんですけど、苦さはあんまないです。かといって甘さは全然強くなくて、すごいいい感じの爽やかなチョコレート、美味しいチョコレートです。甘く、甘さは強くないけど、とても美味しいチョコレートです。ドーナツの生地もしっとりしていますね。これも美味しい。で、こちらショコラキャラメルです。ドーナツショコラ生地にキャラメルモカクリームとガナッシュクリームをサンドし、ガナッシュだからチョコレートですよね。キャラメルチョコでコーティングして線を描き、ポイントにナッツをトッピング、プラリネショコラマローをイメージしました。ちょっとわからない言葉が出てきましたが、いただいてみます。もちろん甘いんですけど、甘さは全然しつこくなくいい感じです。生地がふわふわしてます。しっとりふわふわ、しっとりとふわふわって別物だと思うんですけど、なんかしっとりふわふわしていますね。これも美味しいと思います。大人のポンデショコラ、
ビターキャラメルです。ヘーゼルナッツ風味が隠し味のもちもちショコラ生地にキャラメルソースとキャンディングアーモンドをトッピングしました。おしゃれな感じですね。食感は思いっきりポンデリングです。まあそりゃそうなんですけど、ここの中の黒いところ、ここがビターだと思います。プラスビターキャラメル、キャラメルソース自体ビターなのかな。この中の黒いところがビターだからビターキャラメルなのか、このキャラメルソース自体がビターなのかわかりませんが、大人の味に仕上がっています。苦い、苦いからお子さんは苦手かもしれませんが、もちろん甘さもあるので程よい感じになっています。まさに大人のポンデショコラっていう感じです。これも美味しいと思います。クランクパイです。クランクパイは安定の美味しさだと思います。惣菜パン好きな僕にぴったりのソーセージが入ったとても美味しいパイです。美味しい。